私は20世紀以降の哲学を特徴づけるいわば問題解決型の哲学を研究しています。つまりいわゆる分析哲学のアプローチを採用しています。また哲学が社会の具体的問題に関わっていくために新しい学際的な研究領域にも積極的に加わっています。分析哲学の特徴の一つは個別的な問題の解決を哲学者の第一の任務と考えるところにあります。そのためにさまざまな専門的な道具立てを開発し活用します。道具立てとは記号論理学やあるいは分析哲学に特有の思考実験などです。分析哲学の手法は時としてパズル解と揶揄されます。それはもちろん分析哲学に対してもパズル全般に対してもとても失礼な言い方です。というのもどちらも素晴らしいものだからです。ただ両者の間に違いはあって、例えば哲学の問題には必ずしも答えがあるとは限りません。場合によっては問いが運算無償してしまったり、問いの立て方を根本から考え直す決断を迫られたりします。私自身は2つの領域の研究に取り組んでいます。一つは人間の行為や心、価値づけに関わる領域の問題。もう一つは形而上学と呼ばれる領域の研究。つまり世界の根本的な成り立ちやその可能性についての研究です。現代の行為の哲学は G.E.M. アンスコムやドナルド・デイビッドソンの仕事を一つの源流としています。私は彼らの哲学を綿密に検討することを通して人間の行為についてより体系的、整合的、包括的な理解を得ようと努めています。そしてそれは人間の心の在り方や合理性、言語といったものについての哲学的な解明にもつながります。一方、形而上学は古代から続く哲学の一大領域ですが、今日でも分析哲学のツールを用いて活発な研究がなされています。私はその中で細分化された現代形而上学の全体地図を描こうとしています。行為の哲学と現代形而上学、それらの研究成果を応用して、これまで自己欺瞞と共同行為の問題や、あるいはコミュニケーションの基礎などについて論じてきました。より応用的な側面として、幸福であるとはどういうことか、あるいは死ぬことがなぜ悪いことなのかといった価値に関わる問題についても哲学や論理学のツールを用いて研究を進めています。私は5年ほど前から工学者や実験心理学者、他の分野の哲学者との共同研究として実際のロボットを用いた学際的な研究を行っています。そこではロボットとの共同作業や、ひいてはロボットとの共生、ロボットに倫理性をどのように見て取るかといったことがテーマになります。こうした研究はまだまだ基礎段階のものに過ぎませんが、哲学が社会の具体的な問題に関わっていける局面の一つとなりうると考えています。